ケリーもこのバッグを使えるので絶対に忘れちゃダメ。これはうちはダウンロードしてどこ回ろうかなっていうのをまず考えておかない。駐車場問題が結構ね、洋服をね買ったりとかする人はお洋服着ない方がいいっていう記事も。こんにちは、ゆうです。ケリーです。今日の動画は来週ね、いよいよ楽しみにしていたインターペットにケリ家は参加してきますので、ケリちゃんの荷物のパッキング動画を今日は撮りたいと思います。で、初めての参加になるので事前準備とかいろいろちょっと調べたことがあるので、そんなことも皆さんにシェアしていけたらいいなと思ってます。最後までご覧ください。じゃあスタート。はい、ではこれから早速パッキングを始めていこうと思います。うちはね、うちはというか私はとても心配性なので、あれこれ荷物が絶対的に多くなってしまうと思うんですけど、皆さんがこの動画を見ながら、あ、うちもこれ持ってこうとか、これ忘れてたなんて思いながら一緒に準備ができたらいいなと思ってます。はい、じゃあパッキングをこれから始めていきます。でね、まず今日はこの大きいトートバッグに荷物を入れてこうと思います。これはね、ケリーのキャリートートバッグなので、いざっていう時はケリーもこのバッグを使えるので、今日このバッグの中に細々した荷物をバッと1回で運べるように、車移動なんですけど、このバッグの中に詰めていこうと思います。じゃあね、ちょっといろいろ細々したものがあるんですけど、じゃあまず最初に持ってくもの、ケリーはカート移動しようと思ってるので、今回はバギーを持ってきます。会場内はリードで普通に歩かせてもらえるみたいなんですけど、カートがあった方がお買い物をした時に荷物をいろいろ乗せられるし、キリンも会場初めての会場なので落ち着けるかなと思ったので、うちはバギーを持っていきます。はい、じゃあたくさん荷物があるのでテンポよく紹介していきたいと思います。まず一つ目は絶対に忘れちゃダメチケットです。これは絶対絶対忘れないと、あとね、この同意書、これはうちはダウンロードして、印刷してきました。あと中身内容読んで、ペンで書いて持ってきます。これはね、入り口で書けるみたいなんですけど、当日なんかすごい人が多そうなので、入場で並んでまたこれを書いてっていう手間が嫌だったので、うちはもうダウンロードして先に印刷しちゃいました。そしてドッグスリングです。次、ドッグスリングを持っていきます。これはね、使うかわからないけど、一応念には念をで、移動にスリングと、まあ、最悪この今パッキングに使うキャリーバッグも使えるし、バギーもあるからこれで何の心配も移動はないかなと思うので、一応持っていきます。このケリー巾着に入れます。見えるかな、ケリーって書いてある巾着に入れて持っていきます。そしてこれがね、ケリーのカフェマットです。カフェマットを持っていきます。裏にもケリーって書いてある。はい、じゃあ次はケリーのケア用品のあれこれです。まずね、これはいつもねお散歩バッグにも入れているハーブの虫除けです。そしてこれはクールミストです。この2つはいつもお散歩バッグに入れてます。はい、じゃあこの2つはこのケリーって書いてあるミニ巾着に入れます。これはいつものお散歩バッグの中にポイしてます。そして続いてはこのケリーの肉球クリームです。これはね、ケリーちゃんよく肉球がカサカサしてたくさん歩くとひび割れちゃうので、一応念のため持ってきます。そしてドライシャンプー、これもね必要ないかもしれないって思ってるけど、一応心配だから持ってく、汚れた時用に。あとブラシ、ブラシはケリーは耳が長いので常にね、ご飯食べた後とか出かけてる時しないと本当にボサボサになっちゃうので持ってきます。
ジップロックに入れて、このケア用品たちはこの巾着にまとめて持ってこう。これもこっちに入れようかな。はい、こんな感じでケリーのケア用品が入ってます。はい、続いてはこのポーチの中にはケリーのね、病院のカードとか、ワクチンの証明書、狂犬病の証明書とかそういうのが入ってます。これはきっと会場で必要ないと思うんですけど、万が一取りに行かなきゃいけないってなった時、うちは県外でもう戻れないので、もう年にはね、まあ、どこで使うかもわからないし、一応こういうのも遠出する時とか大体持ちます。これを持って、あとはケリーちゃんのご飯です。このご飯食べる時のシュシュと、あとね、ご飯はいつもね100均で買ったこのサイズ、このちっちゃいタッパーがすごくちょうどよくて、4つ入りとかで100円だったんだけど、これに入れてケイちゃんのご飯を持ってきます。これは前日にドッグフードを入れます。そしてまだまだあるよ。はい、で、お買い物バッグは普段からよく使ってる無印のジュートバッグです。これは軽くて丈夫だしね、多少濡れても問題ないので、これをインターペットで多分たくさんお買い物したいから、これを持ってっていろいろ買ったものを入れようと思います。絶対買っちゃうよね、いろいろ。そしてじゃあ次はケリちゃんのお散歩バッグの中身に、お散歩バッグに入れたいものを紹介していこうと思います。まずじゃあ忘れずにリード、これも絶対リードでしょ。これも、前日にお水を入れて、ケリちゃんのお水と予備の、水筒を持っていきます。そしてこのねちっちゃいポーチの中にはポケットティッシュとか、ウェットティッシュ、除菌の自分の手を拭く用のとかが入ってます。そしてうんち袋です。これはドギーボックスの中に入ってたやつです。匂いをね全然漏らさせなさそうなやつだったので、今回はいつもよりちょっと良さそうなこっちを使います。いつもは100均の赤ちゃんのおむつの消臭ビニール袋みたいなのを使ってるんですけど、あれもなかなかいいんですけど、なんかね車移動だからさらに匂わないように今日はちょっとこっちのいいのを持ってきます。そしてお散歩中とかにうんちして、うんち袋をねそのまま入れるのが私本当に嫌で、このバッグの中にいくら匂わない袋を使ってたとしてもなんか気持ち悪くて嫌なので、この100均とかでこれも売ってるサニタリー袋の中にうんち取ったビニールをこの中に入れると3回分ぐらいは多分入る大きさなので、これも1日出かけるときとか近所のお散歩じゃないときとかは持ってってます。それでこの中に入れた方がまだなんかね気持ち的に汚いって感じがしなくていいです。そしておむつです。ほとんどねケリーはおむつすることはないんですけど、多分会場もすごく広いし600店舗ぐらいかな、お店が出るみたいなので、多分あっという間に数時間気づいたら会場の中にいたってことになりそうなので、ケリーがトイレもしねなんかしちゃったとかなったら困るので、もうこれも念には念をでおむつをね1個持ってこうと思います。ちなみにねさっきのこのサニタリー袋おむつもちょうど1個入るから、こういう風に入れたりもしてます。で、あとはウェットティッシュと、これケイちゃんにバレないように紹介しなくても、これはおやつ缶です。でね、絶対ね会場で買うじゃん、おやつをたくさん、なのでたくさん持ってく必要ないなと思ったので、今回はケリーが最近ハマっているニューヨークボンボンのおやつを、このもう気づいちゃったよ。はい、このニューヨークボンボンをこのおやつ缶に入る分だけ持ってこうと思います。あとは会場で気になったおやつを買ったり、なんかね試食とかもすごいさせてもらえるんだって。だからケリー楽しみだね。
じゃ今食べ、こっちこっち、そっち今まだね、入れてないよ。な、そこで寝てたじゃん、さっき。すぐわかる？おやつは。マウリー、マウリー、どうだろう。ひきちゃん、このニューヨークボンボン好きだね。はい、こっち。はい、なんかここ入ってな。はい、という感じで、お散歩バッグに入るものはこんな感じかな。はい、じゃあこんな感じでパッキングが無事終了しました。こんな大きいカバンにね、たくさん入って、きっと当日不要なものもゴロゴロ入ってると思うんですけど、当日あ持ってくればよかったって思う方が嫌なので、いろいろ準備しました。あとは前日にね、キリちゃんのご飯類とかお水とかを入れてもう一回再確認したら多分 OK だと思います。もう何度もインターペット参加されてて、これあるといいよっていうのがある人とかはぜひコメントとかで教えてもらえるとありがたいです。補足でね、バギーを使ってる方にすごくおすすめしたいんですけど、このバギーの収納袋、これをねすっごくおすすめしたくて、うちはめちゃめちゃ買ってよかったって今思ってるんですけど、ケリケは車移動がほとんどで、このバギーをねいつも車のトランクにその都度しまって移動するんですけど、その時に移動する先々でタイヤの汚れとかそういうのがやっぱいくらトランクって言ってもやっぱ気になっちゃうので、毎回ウェットティッシュとかでタイヤ周りをささっと拭いて、でまた次のスポットでも使ったら拭いてっていうのがすっごくもどかしいというかもう厄介だったんですけど、それを解決してくれたのがこの収納袋で、もともとね赤ちゃんのベビーカー入れみたいな感じで検索して出てきたんですけど、この収納袋を買ったおかげで移動の先々でわざわざこうささっと拭くこともなく、汚れたままでもこの袋に入れてトランクにしまって移動することができたので、少しね大変なポイントが1個でも軽減されてよかったって思ってる商品です。でちなみにこの袋自体が日焼けとかもしにくいっていう風に書いてあったので、車の中に普段収納してる人とかお家で収納してる人とかもホコリとかがかぶったりもしにくいと思うのですごくおすすめです。こんな感じで袋もすっごく余裕があるので、ケリーはピッコロカーネの、カリーノ2っていうもののバギーを使ってるんですけど、そのサイズ感で全然余裕があります。こんな感じ、まだまだ余裕があります。これもねこうマチが少ないとこう入れるのにさ、なんかこう窮屈で嫌だなって気持ちになるけど、これだけ余裕があればスッと入れられるので楽々です。こんな感じ大きい。これはね本当に探してよかった。ずっとなんかいい方法ないかなと思ってたんですけど、赤ちゃんグッズでこういうの売られてたみたいです。ちなみに収納袋は折りたたむとこれくらい小さくなります。私みたいにこのしまう時にねバギーが汚れてて嫌だって思ってこうもどかしさ感じてた方はぜひおすすめです。一応の概要欄にリンクを貼っておくので、もし同じような気持ちの方がいたらぜひ見てみてください。はい、じゃあ最後にケリケがインターペットに向けて事前準備したことをね4つ皆さんにシェアしたいと思います。じゃあまず1つ目、これは持ち物の、持ち物でも紹介してたんですけど、同意書のコピーです。これはね事前に準備しとけるものなので、しといた方が入場がスムーズにできるかなって思うので、入場の際にもたもたしないように同意書のコピーをしておくといいんじゃないかなと思ってコピーしました。2つ目ね、これ駐車場問題が結構ね起こるらしくて、インターペットのチケットをもともと駐車場付きで購入した人は全く問題ないと思うんですけど、うちもそうで、チケットのみ入場のチケットのみの方は駐車場をまずね車で来る人は探さなきゃいけないと思うんですけど、ビッグサイト周辺の何個かある駐車場っていうのがすごく混雑するらしくて当日、なのでもともと予約可能な駐車場があれば予約しとくことがすごくいいと思うし、予約しないのであればやっぱり早めに行動しないと
駐車場渋滞に巻き込まれるらしいので、うちはね予約しようかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと朝が早く出れそうだなってことになったので予約せずに朝ちょっと早めの時間帯で動こうと思います。これについてはまたおそらく次の動画でインターペットに行った様子をね動画で上げたいなと思ってるので、駐車場こうだったよとかっていうのをまた来年行こうかなとか思ってる人におすすめお伝えできればいいなと思ってるので、またそこはちょっと実際行ってみたところでお伝えしていこうと思います。なのでちょっと駐車場問題どこに停めようかなっていうのとかも何箇所かピックアップしておくといいと思います。インターペットね、そのビッグサイトもすごく広いし、なんせ600店舗のお店がね出店するそうなので、どこ回ろうかなっていうのをまず考えておかないと、行きたかったお店に行けないとかっていう風になっちゃうので、こことこことここは行きたいなっていうのをどこにブースを出してるかっていう確認もしておくといいのかなと思って、うちも回りたいお店さんは今ちょっとチェックしてるところです。でね、最後かな、あ、そう、これはまあインターペットで必要なものの事前準備じゃないんだけども、うちは県外からビッグサイトに向かうので、夕食をね東京で食べようかなと思ってるんですけど、おそらくそのビッグサイト周辺のワンコ OK なお店っていうのは当日きっとそこも混雑してるだろうなと思って、うちはね東京に住んでるお友達にどこがいいって聞いて、おすすめの場所を聞いて今もそこを予約しました。きっとすごくお店回って疲れてるだろうし、朝も早いので夕飯はね、なんかこう、あ、ここもダメだったここもダメだったってならないように事前に予約をしておいた方がほっとして夕飯食べれるかなと思ったので、そこもちょっと準備してみました。そんなとこかな、この4つちょっと今のところ事前準備としてキリキがしたことです。これもね、またなんかこうした方がいいよとかあればぜひぜひ知りたいです、うちも、という感じです。あとね、ごめんね、5つ目になっちゃうんですけど、洋服をね買ったりとかする人はお洋服着ない方がいいっていう記事もブロガーさんのやつを読んで書いてありました。とにかくお店が混雑してるから、ね、おしゃれしていきたいって気持ちすごくあるんですけど、お洋服着せていっちゃうとそこで試着とかもさせてくれるらしく、脱いで着せてがすごく混雑してる中すごく大変みたいなので、なるべくもう裸ん坊で行ってお洋服そこで着せて、あ、じゃあこれ買おうっていうのがスムーズにできるようにした方がいいって言ってたので、ケリーもねお洋服買うかどうかちょっとわからないんですけど、裸んぼスタイルで今回は行こうかなって、すごいその記事もためになったって思いました。当日はお洋服は着ていかないとはいえ、やっぱりねおしゃれしていきたい、お出かけなのでしたいなっていう気持ちがきっとあるよね、ケリー女子だから。なのでお洋服じゃなくてね、ケリー家はチャームをつけていこうかなと思います。今も赤いチャームをつけてるんですけど、当日の気分で黒かグリーンか、今つけてる赤かどれかのチャームをつけていこう。これはね私の大親友がハンドメイドで作ってます。お気に入り、すごく丈夫なの、パラコードでできてるから。しかもねこのお揃いでこれも作ってもらって、キリちゃんのこの黒の方、ハチさんのチャームがついてるんですけど、これと私もこの83ついて、この携帯のストラップがお揃いです。黒でもいいね、お揃いで。なので、あ、なんかねわちゃわちゃしていろんなもの買って、いろんな人に会ってお友達に会ってわーってして、携帯とかなくさないようにこれくっつけていこうという感じです。はい、では今回の動画はインターペットに向けてケリちゃんのパッキングとケリケがした事前準備のお話の動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。次回の動画は、おそらくインターペットに行った様子の動画になると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。参加される方、楽しみましょう。では、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。行ってきまーす。